ムハンマド・ユーヌス・カーヌーニーは、アフガニスタンの政治家。同国第一副大統領、人民議会議長、内務大臣を歴任。新アフガニスタン党党首。パンジシール州出身。タジク人。ムハンマド・ユースフの息子。貴族学校、アブ・ハニファ、カーブル大学神学部を卒業。1992年から1995年、アフガニスタンイスラム国の政治局長、国防次官。1995年から2001年、北部同盟の内務相。2001年11月、ボンで開かれたタリバーン後のアフガニスタンに関する会議において、北部同盟代表団の団長を務める。この会議で、ユーヌス・カーヌーニーは内務大臣になるものとされた。2001年12月、ハーミド・カルザイ暫定政権の内務大臣として正式に承認。2002年5月1日、移行政権の中東教育相に任命。2002年6月末から閣僚級の安全保障担当大統領特別顧問。2004年の大統領選挙では、カルザイの対抗馬となり、16.3% を得票し2位であった。2004年12月、野党、新アフガニスタン党結成を発表し、2005年3月、12の野党を統合する政治連合、アフガニスタン国民議会戦線を率いた。2005年から人民議会議員。同年12月21日から人民議会議長。2014年3月、死去したムハンマド・ファヒームの後任として第一副大統領に指名され就任、半年間のみ務めた。ダリー語、パシュトゥー語、ウズベク語、アラビア語を話す。ありがとうございます。